どうもどうもおはようございます。あ、ごうか。はい、今ね、昨日ネパールから帰ってきましたね。慌てて、昨日帰ってきてそのままフード買って、混ぜ込んで、今、畝を釣ってます。懐かしいですね。去年も畝がね、初トライしましたけどね、初めて作りましたけどね。畝って、色っぽいんですよ、このラインがね。わかります？わからないですかね。なんかね、今日久しぶりにクワを握りましたけど、なんかね、ピッキルよりもクワですね、僕は。あの、ピッキル握るよりもクワに握ってる方がね、なんか馴染んでる自分がいます。困ったことに。もうね、完全にこっちの世界に来てますね。ケンズさんいいでしょ、これ。お隣の朝屋さんが作ってくれました。さっきね、オケラが出てきましたね。畑の中から。オケラって知ってます？子供の頃ね、よくあの捕まえて遊んだけどね。昨日の夜帰ってきたらね、すごい泣いてるんですよ。ほんでね、さっき落ちたらね、オケラがほんと出てきてね、逃がしましたけどね。今日はこれからここにあるキュウリかな。そう、あのね、連作対策でね、この、まあ、ちっちゃい畑なんですけど、ブロックを6つ作りましたね。6つ作る。で、今年はここキュウリ、来年はこっちみたいな。で、ぐるっと一周回るっていうね。でもね、不思議なんですけど、ヒマラヤってね、エベレスト街道で畑すっごい回ったんですけど、彼らね、連作障害が起きないって言うんだよね。なんででしょうね。日本は連作障害起きるって言うよね。言うよね。でももう芋を毎年ずっとそこでジャガイモやってるってね。芋確か5年ぐらいじゃなかった、連作期間って。違う？そんなもんだよね。まあ、今からやりますんでね。楽しいかな。またこの時期が始まりました。これが僕にとっての、僕のシーズンです。ヒマラヤのシーズンはどこ行ってたんだよ。はい。綺麗だな。このカーブ好きなんだよな。美しいね、ウネってね。はい、ですね、ウネは終わりました。ちょっとね、ちょっとウネでかすぎるから、まあいいんです。はい。で、去年はね、ちょっとやたらめったらいろんな種類植えすぎて混乱したんで、今年は絞りました。キュウリ。ね、切ります。で、ここはナスです。ナス。で、ここはですね、あれです。オクラ。ここ3つオクラね。そしてこっちは、万願唐辛子。そして、はい、そうですね。これモロヒエ。モロヒエは違うところにもありますけどね。で、ここがピーマン。ピーマンですね。普通のピーマンと黄色と、なんだ、赤か。まあ、いろんなピーマンですね。で、これがね、なんだ、あなたは。あ、これはピーマンか。ピーマン。何？あなた誰？こっちですね。うん、ピーマン。シシトウ。シシトウだ、シシトウ。ここがシシトウです。そして、ここがトマト。トマト、ミニトマトですね。の間にバジル。なんかね、トマトとバジルの組み合わせがいいらしいんです。うん、病気になりづらいのかな。で、こうしてもらえんね、いきますね。っていう具合にね、ぐるっと、これから入れていきます。はい。はい、ピーマンです。去年ピーマンもかったね。去年ピーマンもかったな。今年も期待してますよ。ね、根っこ少しこうやってね。お、ふかふかですよ、ほら。土ふかふかです。ねえ。ようこそ我が家へ。ようこそ。頼むぞ、ピーマンさんな。去年はうまかったんだな。うん。しかも去年よりかはね、土がだいぶさらに進化してるんでね。これずっと過ぎたら年々良くないよね。あなたもピーマンさん。で、少しほぐしてあげましょう。ほら、ふかふか。はい。よろしくお願いいたします。ちゃんと面倒見ますから。面倒見ますから、頼みますよ。よし。ちょっと胸がでかかったかな。ちょっと胸がでかい。ちょっと、まあいいんだね。でかくて困ることないよね。ちょっとぐらいだと思います。去年よりかだいぶ、去年ちょっとね、胸がちっちゃくて、ぎゅうぎゅうしすぎてね。あの、かなり渋滞っていうか、密集したんで、今ほら、3密っていうかさ、濃厚接触しちゃいけないんですよ。ああ、そうですね。だからね、今年は野菜もちょっとね、できるだけ、濃厚接触しないように。ディスタンスです。ディスタンス。ローカルディスタンス。え？なんで？最近お会いしてないです。懐かしいな。ローカルディスタンス。
どうもおはようございます。おはようございます。久しぶりですね。どうですか。ちょうどね1ヶ月ぐらい前に、僕はヒマラから帰ってきて、でこのうねを作ったね。でうねを作ってヒマラから帰ってきた次の日に植えたんだよね。それからね1ヶ月経ちましたけど、どうですかこの。こちらがですね、唐辛子。あら、マンガジ唐辛子。随分大きくなりましたね。そしてね、ところがこれがオクラ。オクラに、この虫を取ったかいつんだよね。これこの虫がね、すぐこう小金虫みたいな、この虫がね、あのあれはすぐつくんだって。あのでね、これもオクラですね。一時やばかったけど、まあまあ元気。ほんでね、ナス。ちょっとね、支柱だったけどね、これ風が強くてちょっと上折れたけどね、何本か。まあでもね、まあまあ元気ですよね。うん、花もね、花も出てき、ここに出てきたね。うん、花も出てきてね。これもね、ナス、ナス、インゲン。ちょっとこれ、なんとかしなきゃいけないね。去年こんな伸びたかな。去年ね、同じもの使ったんだけどね。今年はなんか成長がいいです、すごく。ってことはキュウリです。キュウリ3本。うん。まあ、成長はちょっと違うんだけどね。この子ね、やたら早いんだけどね。このツタ可愛いよね。見て、このツタ。これすぐに、これ植えて、このネット置いたらすぐだったもんね。ね、ほんとにさーっとくるくるって。どこに芽がついてんだろうと。で、こっちがね、トマト軍団なんですけど、トマトちょっとこれ、トマト、トマト、トマト。で、真ん中にバジルが、バジル入ってるんですよ。だからトマトとバジルの組み合わせがね、いいんですって。うん。なんか病気になるぐらいになってね。トマトがね。うん。ただちょっとこうトマトね、すごく、はい。少しやった方がいいですね。で、これがピーマンです。ピーマン。ピーマン。で、シシト。おろひ。こうなりました。で、これだいぶ綺麗になったね。セダムっていうのかな。何種類かのセダム植えたらね、わーっと広がって、そのところが全部覆ってくるのかな。すごい綺麗だよね。うん、綺麗。はい。でね、こっちはですね、ハーブがあります。クリーピングタイム。まあ、よくわかんないけどね。どう使うのかね。これから調べます。はい。これ2つね。で、これがローズマリーでしょ。はい。ね。で、これはね、ハーブじゃないけど、ミョウカ。おお。ミョウカ。初めてトライです。でね、ここもね、クリーピングタイム。あれ何ですか、まあ、さっきもあった。さっきもあったかな。形が全然違う。で、これがね、パッキークラード。まあ、ハーブです。使い方は後で調べます。ハーブなんですね。でこれもね、セダムってこう。あ、これはセダム、ね。セダムですね。何種類ですね。こっちがね、ガーデンセージですね。ガーデンセージ。セージ。うん。でね、こっちはね、まあ、これはね、あれですね。ブルーベリーね。これからどうしようか。どこに入れるか考えます。うん、でね、ここはね、シナモンバジル。シナモンバジル。で、これパイナップルセージ。ね。で、こっちがですね、ダークオパールバジル。すごい色しませんか？バジルですね。うん。で、こっちはね、ミントですね。うん。っていうぐらいにね、いろいろと。ハーブ。あと、こっちもあるんだ。こっちも。こっちもある。これ大きくなったな。これもね、バジルですね。これもバジルなんですか？バジルですね。で、こっちはね、アロマティカス。わかる？わかんないですね、うん。食べられるんですね。うん。それでね、あ、そう、勝負、花勝負がね、この間書きましたね。ちょっともうこれ終わりに近いんですけどね。これはもう終わったかな。うん、花勝負。あ、でもこれは咲きそうなんですかね。これ咲きそう。でね、これはね、シソです。すごい。シソ。シソ。でね、これがなぜか花壇の中に、枝豆がよいしょ。このね、この2本イチジクです。もうね、冬来た時はただ棒でしたけどね、本当に棒で。でもだいぶ育ってきてね、もうここに実っていうのかな、これでもこの後に花がもうね、実の形はイチジクですよ。もうイチジクの形、うん、イチジクね。で、これがみかん。向こうにフェーギアってのがあってね。これはみかんですね。みかん。ちんかんでしたっけ？ちっちゃいみかんでしたよね。ちっちゃいみかんだね。で、これはね、フェーギアっていうのにね、
これは花が咲いてる。うん。ここにね、実ができるんですよ。食べたら美味しかった。うん。うん。それでね、僕が結構好きな景色があって、こっからの景色がいいんだよね。これね、ザクロ。見て、これザクロに、ザクロの花がたくさん咲いてるんで、多分今年は、もうね、すでにもうザクロの形になってるんですよ、ここが。これがどんどん膨らんでザクロになるんですよ。ザクロ。そしてね、ここからの景色が意外と好きなんですよ。このザクロと梅の木の間からこう畑を見るって、よくないこの景色。うん、まあ本当はね、何、支柱がなければ本当に綺麗なんだけどね。まあまあ、でも、支柱がないといけない。で、これを見ようか。なるほど。よし。あとはニンニク。黒ニンニク。あ、そうです。黒ニンニク、これね。これ黒ニンニクです。もうね、あともうちょいしたら収穫できますね。ほら。ジャンボ黒ニンニク。ね、そして、もし里芋。里芋。狭い畑だけど、ぎゅうぎゅうに。うん。よし、これはそろそろな。脇芽だらけだからな。そろそろ整理しないとね。ちょっとほったらかすとね、すごいんですよ、トマトは。どこをどう間引いていくかってことを、これからちょっと考えてね。一本と二本下だってあるじゃない。まあ、これ一本でいくか。な。うん。いやね、ちょっとこれね、ちょっとぼーっとしてる間にね、脇芽を取るわけじゃないですか。これ見たらすごいことになってますよね。もうね、脇芽だらけで、でしかもこんなに大きなっちゃって、取っていい、大丈夫なのかな。もっともっと早く取る上で、こっからこう始まるから、これも脇芽だよね。そうですね。この大きいのね。そうですね。なんか取るんで、もっと早くやることないの。はい、取って、これもそうだよね。うん、これもそうだよね。すごい太いですね。ちょっとこれもっと早く取るべきだったかな。うん、こうだろ。これもそうだよね。こうしてこう脇芽、これもそうだよね。そうですね。これそうだよね。えい、ごめんよ。でそうするとこれがそうだよね。そうですね。あでこれもそうか。こう来てこれ真ん中。そうですね。あマジか。これもそうなっちゃう？いや、そこはここあ2本にします。その前にこれがこれ？これも脇芽か。これとこれの間の脇芽だよね。そうです。そうだよね。そんなもんか？まだあるか？そこれはどうなの？これはこれはいいのか？これこれ、はあ、脇芽だ。これ脇芽だよね。はい。2本にするのは脇芽1個取っといてってことなんだよね。そうですね。うん。これはいいのか。いや、それは取った方がいいでしょう、ね。これ脇芽になるよね。はい。うん。脇芽。こんなもんかな？こんなもんかな？ああ、これちっちゃいの、そっか。これもそうだね。うん、こんなもんだな。そうですね。うん。もっと早く取ってくれと思ったかな。うん。うん、脇芽を取らないと栄養が分散したってことなんだよね。はい、あとやっぱ噛みすぎて、ああそうだ、病気じゃなくてね、あの風通しが悪くてね。悪いですよね。オッケー、すっきりしたな。いや散髪できるもんだよね。お前さんは大変なことになってるぞ。ここからこう見て、おキュウリがねできてますね。ただこのちっちゃいの。でね、これ最初これね若鳥って言うんですけどね、最初のうちはちっちゃいキュウリをできるだけ取った方がいいと。そうしないと本体にが疲れちゃうと。ね、本体がね。うん。で、この後これも取るかな、どうしようかな。どう思う？でもこれも取った方がいいんだよね。最初の頃、ちっちゃくなったのを取ってる方が、長い期間収穫できるって話だもんね。はい、まあ、花が咲いてるのは、これなんか両手かなんかでたまにこれが出るって、昨日そういう話だったけどね。そうですね、うん。それはやめておきましょう。うん。うん、このキュウリなら可愛いね。黄色い花ね。うん。あとは脇芽はいいんだよね。とりあえずね。最初の五節？はい。1？ これは脇芽か。1,2,3,4,5 それまで取るって言ったね。これは言ってたか。で、ここから先は脇芽を取らずに横に伸びてったら切っていくってことだったのね。はい。うん。これをスタートだぞ、ここ。1、2、
三、四、五。これも切るんだ。これも切るんだ。一、二、三、四。これは脇目なんだな、本当だ。よいしょ。はい。これも、わかりたいな。一、これが一だもんね。一、二、葉っぱが二、あ、葉っぱでした。三、四、五。下のに牛たるからね。あ、まあ、頑張るよ。な、あとはお前らが、攻めること。この子ね、ナスです。ナスの花も可愛いね。うん。これも少し脇面をね、取ってみますね。ね、これ見て、可愛いでしょ。なんでこの子がいるかっていうとね、あの、冬野菜の時はね、春ぐらいかな、2月ぐらいかな、ここにブロッコリーとかいろいろあったんですけどね、ムクドリが来てね、すごい葉っぱを食べるの。で、ムクドリ対策でね、これ買ってきたの、袋。そうしたらね、ムクドリがね、2羽いるんだけど、つがいできたらね、パッと見たら、パッと逃げたのよ。よしと思ったらね、1週間したらこの子の横でね、つまんでたからね、1週間しかダメだったね。そんでこうね、可愛いからね、守りがいいです。うん。お、ピーマンできてるね。まあ、最初のうちは早めに取りましょう。そうですね。うん。ピーマンは長けどもなかったね。そうですね。だから、豆にちっちゃいのを最初のうちに取っとくと、長く収穫できると。わきめ、わきめ、わきめ。わきめ。わきめ、取っても取ってもすぐ出てくるね。本当ですね。うん。バジルの香りいいね。いいですね、作業中に。バジルがふわーっとくるね。去年のさ、ちょっと1年ちょい前だよ。この状況覚えてる？あ、1年ちょい前は、ここ全部防草シートだったんですよ。真っ黒シートで。で、それをカッターで一生懸命切って、剥がして、ね。で、もう、カチカチの土だったところをさ、一からこう、クワでさ、剥がしてさ、もう、ずるむけになって指が、あの指っていうか手の皮がね。でさ、お隣さんが丸見えだったからさ、一応このフェンスやってね。で、こう作業しやすいようにさ、周りはこのウドデッキでね、こう一周囲って、ね、でもこの木もあれで、これ間伐材で、間伐材を使って、で、それを何かつけてね、腐らないようにした間伐材のエコなんとかっていう商品でしたよ。うん、で、一周これをね、間伐材囲って。いい方やね、でもね。うん。そうで、ここ何もなかったもん。そこ柵もなくてさ、作業したらお落ちそうになったの。うん。尺投げ。ね。で、これね、山桃。ね。で、キモフト。うん。これがついてますね。ね。いっぱいね。うん。実ですか？実ですよ、ね、これ実ですね。うん。ね。さあ、ここの景色もいいじゃないですか。だいぶ変わったよね。うん、1年間本気でやると変わるね。だってここ、十何年間ずっと防草シートのみだったんだよ。で、それは雑草が突き破ってさ、もう悲惨なことになってたけど、ここね。1年間でああだこうだって一生懸命さ、もう庭作りして、1年経ったら、ふいって洗ってね。で、木も増えたし。ザクロいいね。ザクロ楽しみだな。これね、距離見てるんだけど、なんか大きくなっちゃってね。なんかここちょっと、ぎゅうぎゅう。これね、これ何も動いてないんですけど、これ良くないですか？ここ白くてね、全部が白いわけじゃなくて、部分的に白くなるんですよ、これ葉っぱの。こういう風に。綺麗ですね。綺麗だよね。なめたけなぁ。何も動いてません。植物です。で、こっちからね、皆さん、アジサイの森。ザーッと向こうまで続いてるんですけどね。いろんな種類があるでしょ？今年はこの子も綺麗に咲いたなぁ。すごい綺麗に咲いてね。うん。まあ、白、ピンク、紫、青。こうやって紫で、ね、多分これね、もう植えて5、6年かな、5、6年経つとこんなんなんだね。そして、こっちも白。白。うん。これは綺麗なんだな。
本当綺麗ですよ。うん、僕ね、多分僕の、僕多分歩いての生まれ変わりで、多分僕本当これね、アジサイ見ると、なんかイメージがついてね、自分がアリエッティになってコロナ禍に潜り込んでるっていうのはね、うん、実は僕はアリエッティだったんじゃないかなって、そういう気しない？アリエッティって知ってる？知ってます。すごいキャラ被るでしょ。なんかね、アリエッティになって僕がコロナ禍にいるっていうのがすごくね、イメージがつくんですよ。多分そうだったと思う。うん、ここはね、ずっとここはね、もうね、こんなあるんですね。これがね、もうこんな大きくなりましたよ。おととしかな、去年か、僕が食べたアボカドの種、種を、から食べたアボカドを育てました。これにアボカドがいっぱいいます。アボカド。そして見てください。イチゴがほら。ねえ、イチゴができてきましたね。これはイチゴ、イチゴ、イチゴ。これもイチゴ。これ、やっぱこれ本当は畑だった方がいいんだろうね。どんどんこう、伸びてくるからね。バラバラ。で、またここにね、アジサイ軍団がいるんですよ。アジサイは軍団ですね。ほら、この辺りでしょ？この立ってるね。うん。うん。さあ、こっちもアジサイの森。こっちがピンズガーデン。こっちがピンズファーム。で、あっちが、まあ、ちょっとピンズガーデンだね。最初ケンズフォレストにしようとかしたんだけどね、ジャングルにしようとか言って、樹海にしようとかしたけどね、やっぱ隙間がないとね、風通しが悪くなるっていうことだよね。樹海は断念しました。はい。このブルーベリーはどこにいるかな。これはね、このちっちゃい端にね、2種類埋まってるんですよ。ほら、結構大きなになるじゃない。このまんま樹齢してもいいのかどうかだよね。ちょっと離すとかな。でもこれもう中で、ね、根っこが多分もうくっついてるんだよね。うん。どうしましょうね、ブルーベリーさん。まだ秋ぐらいにどっかに見えます。うん、こんな感じで日々やってるんですよ。